ってないから大丈夫。大丈夫だよ。ノリですね。ノリでしょ。ノリ。二人とも怖いよ。ココナちゃんのお着替え終了しました。わあ。専務と遊ぼう。こんにちは、NNB48 の梅山ココナです。楽しみの幅をもうちょっとだけ広げるホビー情報番組専務と遊ぼう。私と一緒にこの番組を盛り上げてくださるのはじゃーん、専務です。はい、どうもどうも、じゃんでございます。はい、はい、本社から飛び出したんですけど、はい、ここはどこですか。はい、新施設、はい、海洋堂ホビーランドというところがですね、あ、僕はここでオープンしてるはずやったけどね。あ、そうなんですね。はい、ね、まだ出てけへんね、今日いつもあいつがそろそろこうやったら忘れてると出てきよんねんけどね。ちょっとちょっと、何を二人だけで行こうとしてるんですか。あ、僕も一緒に行きますよ。やっほー、かよのウーイエーイ、コホでーす。まあ、わざわざついてきてくれて。そうですよ、森の茂みの中から出てきてくれて。僕はロケでもバンバン行きますからね。身軽でいいですね。身軽でいいですよ。海洋堂ホビーランドがどういったところか簡単に紹介しましょう。集まれ今の子供も昔の子供もをキャッチコピーに、創業者宮脇治さんが館長を務め、総合プロデュース、2021年で創業57年を迎える海洋堂、その誕生から現在までのヒストリーを楽しめるフィギュア、造形物、海洋堂希代のコレクションが大集結。さらに間近で造形師の作業を見学することができたり、実際に海洋堂フィギュアを使った塗装ワークショップもあり、海洋堂が満喫できるテーマパークとなっているんです。じゃあ早速海洋堂ホビーランドにレッツゴー。セムと遊ぼう。なんか気になるものがいきなり、どうですか。あります。はい、はい、僕はうどん屋になるか、プラモデル屋になるか、吊るした木刀の紐を切って倒れた方向で人生を決めました。それが今日の海洋堂です。ということで、なんとなんかわけがいきなり分からへんでしょ。なんでうどん屋になるか、プラモになるか、ちょっと謎ですね。謎でしょ。僕はちょうど小学校1年生に入る時だったんですけど、お父ちゃんね、あのニートやったんですよ。何も仕事をせずに、あのまともな仕事をせずにですね、はい、なんかプラプラと物ばっかり書いてる小説書いてはったんですけど、小学校1年生に入る時、なんかそろそろ仕事をしようかねということで、僕はあの幼稚園でプラモが大好きで、はい、お父ちゃんはあのうどんの職人の腕を持ってたので、手打ちうどん屋にするか、プラモ屋にするか、はい、どっちにしようかというのをですね、この、はい、この木刀こうあってですね、上から吊るして、はい、でこれをちょーんと切って、こっちへ倒れたら模型屋、こっちへ倒れたらうどん屋ということで、こうやってこういうふうにですね、あ、こっちへ倒れたということで、模型屋になったわけです。もしこっちに倒れてたら、はい、今このうどんチェーンの海洋堂になってたわけなんですよ。すごい決め方ですね。そうでしょう。そんな運任せなんですか。そんなもんですよ。だもんね、誰も分かんへんからね。そんなもんじゃないですよ。普通どんなもんでも大事な人生ですよ、ね、めちゃくちゃな。ココナちゃんなんで、でもチェーンになったきっかけは何なんですか。きっかけは、でもそれもやっぱノリですね。ノリでしょ。ノリ、二人とも怖いよ。ノリやないと人生ノリノリでいかなあきまへんと。結果までね、よかったらねえ、ええわけですから、結果が終われば、良ければ全て OK っす。はい、じゃあココナちゃん、一回木刀を持って吊るしましょうか。はい。ちなみにココナちゃんはアイドルと何に迷ってたんですか。アイドルと、はい、普通の人間です。じゃあやらなくていいね。もう今普通の人間だからやらなくていいね。じゃあパティシエで。あ、パティシエ。はい、じゃあ、右がパティシエ。はい、はい、こっちやな、右、はい、で左がアイドル。はい、はい、手前は普通の人間です。じゃあ下ろしてください。行きます。パティシエに行っちゃった。普通の人間に行ってほしかったね。はい、という人生です。うわ、すごい決め方ですね。でも、いや本当に、うん、みんなこうやって人生決めたらええよという場所ですね。いやみんなこれで決めたらいいよって。そう、気楽な人生。すごいコーナー、ここ。そう、原点でございます。
まだ何もできてないんですけど、こっからがちょっとほぼできてる場所が、素晴らしい変な場所があるんですよ。おなんだこれ、なんかこれ緑色でしょ、なんか、はい、これも変な木の塊あるでしょ。すごい、鶴が巻いてあってですね。わあ、わあ、で、さっきの、わあ、わあ、すごい、わあ、これが、なんか知ってるこれ、え、モンハンちゃうね、恐竜、ピンポーン、ティラノザウルスと言います。あ、ティラノザウルス、はい、これが一応実物大で、はい、これ頭だけですけど、これ胴体があったら全長12メーターぐらいあるんですよ、この動物。実物大なんですか。そうなんですよ。ちなみにおいくらですか。2000万ぐらいやったら作ってくれるんちゃうから。2000万、あれほら頑丈に作らなあかんからね。怖い、やってみて、ここになっちゃう、怖い、はい、大丈夫、生きてないから大丈夫大丈夫だよ、まあ、こういうものでですね、大体まあ防犯というのが、若い頃なんかみんなこういうのと戦いたいらしいので、とりあえずやっつけたふりでここに立ってもらおうというためのものでございます。すごい、めっちゃリアルですね。ここなんか一回食べられてみて、一回専務、これはあのお口の中に、はい、背中乗ってもいいんですか。背中乗ってもいいけど、落ちたら死ぬから自己責任。あ、そうか、一歩間違うと死ぬ、はい、これがまあお約束で痛い、わーって、キャーってここなっちゃう、キャー食べられた、怖っ、え、怖っ、このパフォーマンスはもう絶対のお約束でございます。シェムも食べられて、あ、一回食べられて、いや、こういう場合はだからほんまに危ないですね。食べられて一言、口の中ここまで行ってもまだまだ奥があるけど、どこまで入るかな。全然一言ちゃうやん全部一言ですお腹が痛い、食い込んで痛いお腹が、これが一言、それは全部が太りすぎだからです。全部と遊ぼう、海洋堂オンライントピック、イエーイ、イエーイ、はい、今回の海洋堂オンライントピック、皆さんに見てもらいたいのはこちらでございます。はい、今日は思いっきりね、はい、引っ張りますよ。はい、専務、じゃあ出してください、はい、今回のはもうすごくて、すごくて、とんでもなくすごくて、10年に1回ぐらいの大発表でございます。ねえ、すごい、引っ張ってる、ね、今現在の映画大公開中のですね、うん、100億ぐらいいくんじゃないかという新エヴァンゲリオンが、あ、はい、知ってる、知ってます。え、本当にココナちゃん見たことある？あります。でもこの映画はまだ見てなくて、はい、本当に、はい、大きいネタバレが入るからごめんね。あ、はい、はい、で今回のはですね、なんとじゃん、うわ、これは何かというとですね、綾波レイ第三村バージョンという、第三村って今回映画のエヴァンゲリオンで出てきます。これはもう発表されてるんでネタバレしてもいいんですけども、はい、そこでなんと綾波レイさんがですね、これあのこんなコスプレして、何仕事かしてるか分かる、これ何してるか分かります、この服、このコスプレ、畑で、あ、うん、田んぼでね、田植えしてるんですよ。田んぼで、はい、で割と綾波レイさんが田んぼで、畑じゃなくて田んぼでこうやってちゃんと長靴履いてですね、あ、本当だ、でこの野良着というやつを着て、ね、働くんですが、これがですね、発表したいがために、今日あのココナちゃんにですね、わざわざこういうのをご用意しまして、まずは手袋の前にこの綾波さんの格好をしてもらうと、はい、ココナちゃんのお着替え格好帽子だけやけど終了しました。わあ、可愛いですね。すごいですね。やっぱり可愛い、何かぶっても可愛いもんは可愛いねというか、ココナかぶったらただの田舎のおっちゃんになるが、いや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 、こんな子がおったらどうするっていうので、あの映画の画面でもですね、これがあの、はい、パッケージなんですよ。はい。で、ほらこういうことしてる、前見せたらいい。めっちゃ可愛いですね。可愛いでしょ。で、これがですね、あの前半はアイラミレーという名前がなくてですね、はいはい、周りからアイラミレーのそっくりな人やからそっくりさんと呼ばれてるんですわ。で、そっくりさん、そっくりさんと呼ばれてる中で、最後にそのレイちゃんがですね、はい、まあ、今回の映画の一番のポイントになるんだけども、碇シンジ君って知ってるよね、はい、あのクソみたいな14歳のクソみたいな、ちょっと全部口が悪いんですよ、本当にもうグダグダの声なんですよ。もう前半アスカにもう罵倒されまくってこのバーがクソとかほんまにグジグジしやがっている子なんだけど、はい、最後にですね、綾波ちゃんがそのシンジ君に、私の名前を決めてくださいと
いうふうに、つまりそっくりで自分の名前も全部記憶飛んでてないんですよ、新しいレイちゃんなのでね、はい、その時にレイがシンジ君に私の名前決めてねって言ったら、まあ、シンジ君は綾波は綾波だよってことでなるという、なかなか良いセリフ、これも連絡までから言うてええのかなやけど、というのがこの綾波レイちゃん。ネタバレですよね。ネタバレです。このパッケージちょっと持っておいてください。いいんです。セブンだからいいんですよ。持っといてください。はい。で次はこの綾波レイ、もう一個実はあるんだよ、候補。どんなんですか。どんなんですか。はい、で今度はですね、あの、まあ、今回映画なので、13号機という、まあ、今回悪者なんですけど、悪のエヴァンゲリオンになります。これがあの悪者で、でシンジ君はこの初号機。にもう一回エヴァの初号機ですね、まあ、みんなよく知ってる、はい、これに乗って戦うんですが、はい、これ普通にあのロンギヌスの槍とですね、あもう一個ガイウスの槍やったかな、はい、2つの槍がお互いに槍持ってガンガンガンとお父ちゃんとシンジ君は戦うんですけど、はい、これも言うてんから前は、お父ちゃんなんですか、お父ちゃんなんです、ここにその悪者に乗ってるのはシンジ君のお父ちゃんなんです、そうなんだ、知らんと言うてんから、ね、いいんだよ、専務だから許されるんです、いいんで、許されるんですね、専務は何を言ってもいいんです、知らんぞ、なるほど、いや知らんぞって専務、ね、が言ったんですよ、箱はこんなかっこいい箱なんです、これは2個セットなので、はい、こんな大きな箱で1万8000円ぐらい、まあ、詳しくはまだこれにテロップが出るはずなんですが、これがですね書いてありますが、EX エヴァンゲリオンのタイプ01とタイプ13、13号機が1号機に、1号機と13号機、これが、この2つが最後にですね、シンジ君の必殺技というか、はい、エヴァンゲリオンの最新兵器なんです、これはまあこれ模型になってるからいいんだけど、この槍がですね、はい、ネタバレするとですね、ゲサーこれ以上言うゲサー、え、シンジ君、いやいやいや、もうそれ以上言わない、ゲサー、え、もう言ってますよ、ゲサー、ほら、ゲサーってのが、お父さんの方が刺されるということですか、知らん、それは何も言わない、ゲサー、いやもう刺さっちゃってるのもうそれオチじゃないんですか、オチやけどその刺し方とかいろいろあるんですよ、いろいろあるんですよね、向こうでうちのスタッフ怒ってますから、いや言わないでください、いやグサーはいい、どういうグサーが問題ね、なるほどね、そういうこのですね、わかりました、ガイウスの槍セットが、はい、いよいよこの2つがですね4月28日から発表、発売されます、4月28日、もうだからすぐの、もう緊急これ告知なんで、はい、実はこれどこにも発表してないし、この28日までこれからもこの放送済んだらまた秘密になります、はい、こんな理由で秘密もクソもないやろうけど、はい、まあでもこの放送聞いてる方だけの槍かっこいいでしょ、槍ほら、え、めっちゃかっこいいです、かっこいいね、ロンギヌスの槍っていうのは聞いたことあると思うんだ、はい、エヴァンゲリオンを突き刺したりとかするんだが、専務に刺してみて、専務にグタッ、専務なんか言うぞ、グサッ、ネタバレはい、ご覧の皆さんも専務と一緒にホビーの楽しみ方を広げていきましょう、楽しいよチャンネル登録よろしくお願いします、専務最後に一言お願いします、こんなにネタバレ言うて怒らへんかな大丈夫です、大丈夫です、専務なら許されます、はい、許されます